はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリです。ダイングライトザフォロイング続きやっております。でですね、トンネルの終点ということで穀物層へ向かうということなんですけど、難しいってクエになってるんですが、今ねそのすぐそばまで来ております。穀物層までどっち行けばいいんだ。ここがそれっぽいですね。でそれとは別にここ上にねベヒモスっていうのが書いたんですけど、多分あの赤いのがねおそらくそうだと思うんですけど、なんかじりじり言ってんですけど、やっちゃう？っていう、退治しちゃう？できるかな。割れた。ちょっとやっちゃおうかなというね。だ、ピッキングしてる余裕あるだろうか。あ、なかった。ピッキングしてる余裕。まずい。これはまずいな。うっそ、上登れない？頼む、登ってくれ。死ぬ。マジか、上登れないかい。よし、来た。どこ？ここ？入ったの。もう一回回んなきゃダメなんじゃん、これ。おお、びっくりした。おお、びっくりした。びっくりした。お前なんだよ、びっくりしたよ。びっくりしたわー。びっくりしました。なんだよ、いなくなった。じゃあちょっとカモフラージュさせてもらうか。こういう時ってさ、これどうやって投げるの。入ってくんじゃん、あいつが。ダメージは受けてますね。うわ、来るだろう、あいつ。大丈夫？下にいる分にはいいですけどね。上に来ちゃうとちょっと。来てる上に、やっぱうそ、落ちた。やべ、マジ落ちた。お前ら、
はいよ。ベヒモスをやりたいんじゃ。まだ回復してないですね。だったらそのままやろうじゃないか。ちょっと待てよ、やつらが来ちゃうのは困っちゃうな。今回ベヒモス回ですからね。メインクはちょっと後回しです。あ、これまた復活してるし、怖いのはね、あいつですから、バイラルですから。あ、これやばい。一番怖いのはバイラルですからね。投げてくるぞ。また落ちた、また落ちた。こっち側から登れるといいんだけどな。あと半分。きたー。お前の方が先かい。死んでたまるか。まだかい。でたまるかよ。でちょっと弓も作っとこう。爆発爆発。このジリジリ言ってんのは何なんだろう。手裏剣。よし、行きましょう。来てんなやつらが、来てんなやつらが。
危ねえ。早く死んでくれよ。当たってね。やべ。しゃがめ、しゃがめ。三発で死ななくなってんだけど、こいつら。当たってない。でもダメージ与えてるよね。いやね、連射が効くんですよ。おー、やべやべ。タイジまでもうちょっと。おお、あ、うそ、あ、うそ、やってもうた。あー、お決まり。何今、なんで死んだ。マジかよ、信じらんない。ベヒモスもう復活しちゃってんじゃないの。いやー、このがっかりしながら結構ね、車でゾンビをね倒してたんですよ、行く前に。マジかよ、ものすごいショックなんですけど。あとちょっとだったのに。ちょっと今動画を見直さないと、なんでああなっちゃったのかが理解できないですね。で、どこですか問題は。ここでしょう、行くの。遠いよ、また。まいったな。ベヒモス復活してんだろうな。でもそんなでもない、完全復活してなかった。完全復活はしてなかった。じゃあ頑張ろう。これさ、ちょっと下へ投げとこう。この辺にさ、当たっちゃったんじゃないの。そうとしか思えないんですけど。ああ、ダメ、間違えた。危ねえ、間違えたよ。
こっちにしとこう。なんで死んだ？今当たったのかな、石が。マジかよ、もう本当に。なんすかね。なんか恨みでもありますか。まいったな。スマサちょっと復活してる。近よ。これはだから下に落としとく。おお、バカ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 、間違えた。違ったわ。違う、武器が違う。おお、どこだよお前、何してんだこんなとこで。死んだ。よし、1万とか、ほんともう勘弁してほしいわ。こやつら入ってくるよね。ラージしとこう。カモフラージュしてんだからちょっと待っててくださいよ。ちょっと青に消して、まいったね。なんか鍵手に入れた。あ、そういえば上にもなんか箱があったの忘れてたな。やば、なんか。登ってくる。大丈夫っすか。ピッ
キングさせてください。 OK。 何が入ってるかな。こんなもんすか。あ、なんかあった。こんなもんですか。上に行く術はないですか。おー、やべ、マジか、落ちたぞ。ちょっと待って、この中はどうなってんだ。あれ、上行けたよね。あ、やばいやばい。で、あそこ、これね。あ、ピッキング終わってないわ。はい、ということですね。なんだーまだいたということですね。この辺で今回終わりにしたいと思います。なあ、まさか死ぬとは思わなかったんだけど、死んじゃいましたね。お決まりですねせっかく貯めたスキルもどんどん、あ、でもまた15万ぐらい貯めてますねこれなくしたくないな。ここもレベル、ここもレベルアップしたいしね、飛行機は近くないな。はい、ではですね、この辺で終わりにしたいと思います。次回ね、あそこメインクエの方行きたいなと思います。あ、ここからすげえ近いということで、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。